さあ阿部一二三初戦を迎えます。スペインのガイテロ・マルティンが相手です。23歳、青い柔道着、グランプリザグレブでの優勝経験を持っています、ガイテロ・マルティンです。さあ阿部一二三が久しぶりの実戦を迎えることになります。まずは平岡さん、その動き注目ですね。そうですね、怪我があると聞いたんですけども、まずその状態をしっかり受け止められているかどうかですよね、はい、その状態で何ができるか。左の足首を6月の合宿中に怪我をしました。今もテーピングをしながらの今日はまずこの初戦です。さあ右組み、ゴール、初戦見事な一本勝ちで3回戦進出。怪我の不安を全く感じさせない初戦になりました。一気に日本武道館の空気が変わります。中国のルワンビンを迎えています。ルワンビンが青い柔道着、そして阿部は白い柔道着です。初戦はほとんど時間をかけずに一本勝ちだったこの阿部一二三です。袖釣り込みます。高橋さん、かなりのポイントが入ります。いや、動きはどう見てますか。そうですね、阿部としては珍しくですね、足技を出すようになってきますよね、今足技の外刈りを見せて、はい、実は低い背負い投げなんですよね、袖釣り込みですよね、はい、2つ新しい技が見られましたね。技も含めてここまでまずは初戦、そしてこの2戦目が非常にいい動き、得意の技が出ていきました、はい、6月に怪我をして稽古の再開は7月、そしてなんといっても国際大会で世界選手権以降、去年の世界選手権以降持ちました、今持ちました、1本です。最後は1本勝ちで、いやこれもかかりませんでした、はい、さあ残り50秒切ります。もう一度、はい、チャンスがやってくると思います。まずは左の引き手からですね。そうですね、左の引き手まず押さえたいですね、はい、壁の左手、そこを警戒するメドベ、そう、押さえ一本勝ち。父が見つめるこの畳、少しこの4回戦は時間がかかりましたが、最後は阿部らしい一本勝ちで準々決勝進出を決めています。この夏は柔道で熱くなる。9年ぶりの日本決戦、日の丸の誇りを胸に世界の柔道と真っ向勝負。世界柔道8夜連続独占放送。